皆さんこんばんこばはスウェンブーマスです今日は金閣寺を一緒に見ていこうと思います。で、今ちょうどポール・シュレイダーの、あの、ユキオさんの絵の見終わったんですけど、あの、最後の切腹シーンが結構生々しいんですよ。それでやっぱりね、ああ、やっぱり、 1970年という時代にあれをやってしまった天皇陛下万歳をして切腹をするというこれが今でも世界の人々を魅了するあの聞いたんですけど近近年,近年,の近,年の近年の中で イデオロギーのために死んだ人っていうのは世界を見ても三島さんしかいないんですってだからすごい有名なんですって海外でもということで見ていきたいと思います「金閣寺」っていうのは小説ではないで何だろうって言った場合にこれはねステートメントなんですよでステートメントっていうのは何かっていうと 声明発言のことで、こんなことがありましたよ。自分はこう思いました。だから自分はこういう行動を起しました。これの連続、声明ステートメントなんですよ。それで、途中から、ガラッと小説になる部分があって、それは、あの、主人公が、 ちょっとずつ狂気の中に入っていく220ページから最後のページまでこれが小説、小説的な書き方をしているステートメントではなくてそれでねすごい意外だったのがこれ一人称だったんですよ。私三人称だとばっかり思い込んでて で一人一人だなって気づいたときに、あ、すごいなんか、あの、全く見方が違ってきて、あ、この話は、あの、主人公イコールユキオさんだなって気づいたんだけども、なんでそうなるんだろうって考えてみた場合に、別にその、 ゆきおさんは、そんな、何ドモールとか、柏木という登場人物のように、足が悪いとか、そういうものはないはずだし、そういう主人公を、イコール自分として書いたのはなぜかっていうと私考えたんだけども、やっぱりね、 あの、ゆきさんみたいに頭が良すぎるっていうのは、やっぱり一種の障害なんですよ。正常じゃない頭の良さやっぱりね、それはフリークなんですよ。だから、自分は障害者という人の目を通して、金閣寺を見ていましたよ。っていうこと で、あの、東大の法学部を卒業するってことは、やっぱり今でも、日本でやっぱり一番の頭脳でもって、これからやっぱりあの、お大臣になりますよ、みたいな。<laughs> 今でもそうですよね。だから彼はやっぱりその、作家の中でも最高の学、学位を持って、非常にあの、鋭い頭脳を持っていたんですよ。 それでね、あのー、いろいろ考えたんだけども、もしその、幸きさんが今、今生きていらしたとしたら、じゃあ、この人にはどんな診断がつくのかなだいたいね、やっぱりね、私は精神科医ではないから、診断はできないけれども、やっぱり自己愛性パーソナリティ障害に、 近い診断を受けられるのではないかと思うんですよ。自分は素晴らしい人間だと思い込んでいる。そして、実はものすごい繊細な部分もあって、人に嫉妬したりとか、まあ、社会生活を営んでいく上で非常にあの困った障害を持っているのが、自己愛性パーソナリティ障害なんだけれども、 ユキオさんの場合、何が問題だったかっていうと、彼がもし自家衛生パーソナリティ障害を持っていたとして、だけども、彼の場合は、彼が自分が、その幻想じゃないんですよ。普通だったら幻想の自分っていうのがあって、自分は本当はそんなに偉くないのに、素晴らしい人間だと思い込むのが、 自己愛性パーソナリティー害なんだけれども、ユキオさんの場合は、実は、それが幻想ではなくて、現実だった。現実としても彼は非常に頭がなくて、芸術の方面、いろんな方面にも非常に才能があった。だからね、彼にとってね、それはね、現実だったんですよ。だからもうそれを逆に、本人はまあ、非常に辛かったんじゃないかと思うんですよ。 これを、ね、説明するのは、ね、非常に難しいパラドックスなんだけれども彼のやっぱり性は非常に苦痛に富んだものではなかったかと思います。でき男さんの小説を読むと必ず私が感じるのは彼の自意識、自己意識、ステートメントですよね。私がこう思いました。私がこうしました。私私私が私が私が 必ず私が出てくるんですよ。それのステータイムなんだけれども、あのね、例えば、あの、雪お,おさんがもう本気で嫌いだったダザー治むダザー治むの自意識っていうのは、またね、雪おさんのとは全然違うんですよ。あの、ダザー治むは自分ってなんて情けないやつなんだ。 だけど、みんな、僕のことを好きになって、好きになって、愛して、愛して、って行くのが、彼の自意識なんだけども、それを、幸男さんは非常に嫌っていたそれで、ね、なんでね、金閣寺三島由紀夫の、他の小説それが今でも読まれているのは、なぜだろうなぜだろうと思うやっぱり、読む人読む人の中にも、 やっぱり自意識があって、その何幸雄さんの自意識、この自意識と、がすごいなに、あのー、魅力的に見えるやっぱり自意識、私が私が私、読んでる私も、私は私は、というふうな思考になっていく でもね、それがでもね、読んでくとね、非常にね、辛くなってくるんですよ。私が、私が、私がって考えてると。えー、なんでもう、どうして自分のことが許してあげられないんだろう。でも、きっと彼には絶対できなかったんだな。どうしても、ステートメントをしていかなければ、彼は生きて、生きていけなかった結局生きていけなかった人だけれども、それでね、面白いのはね、 例えば夏目漱石の小説を読んでて夏目漱石の顔とか体とか手とか全く思い浮かばないんですよ。でも幸雄さんの小説を読んだ時は彼が書いてる手彼が書いてる体彼が描いてる顔常に常にあの後ろに背負って読んでいる私は金閣寺読む時も必ずもう三島き男。 ゆきおさんの体、顔がどっかに必ずそこにありましたよ。だけど、例えば漱石、漱石の何を読んでても、漱石の顔っていうのは絶対浮かばない。あの、心だったら先生の顔、学生の顔、それからだったら主人公の大輔の顔、ストーリーの中にちゃんと入れるけれども、だけど、ゆきおさんのは、 そうしてもキオさんの顔が見えてくる顔が浮かんできてしまうそれが彼のステートメントですよね。自、自意識自意識言いにくい。自意識自意識自意識過剰なんですよ。これが彼のそれでね、あのー、この <laughs>、そうそう、この、この、幻覚字の描写の力量を 力の強さはすごいですよ。量も多いけれども、非常に多角的にいろんな面から金閣寺を描写して、金閣寺のについた火のことを描写しますよ。そういう描写はいろいろあるんだけれども、ものすごい量の 描写。それはもう迫力があって、もう確かにそれはもう私とかには絶対できない描写なんだけれども、だけども、川端康成の雪国を読んでいた場合に、それに比べたら、雪国にはもう何にも変わってないですよね。ただその、男が好きな芸者がいるんで、毎年なんか雪国に、あの、その芸者に、 会いに行きますよっていう話で、あで、警察さんの方も、その、男島村島村さんのことが好き好き好きっていう、ただそれだけの話なんですよ。だけども、金閣寺とか読むともう、ものその、あの、ストーリーの厚さに、わーっと驚くだけども、問題なのは、この、雪国が、飲める文学賞を取って、 幸雄さんが本当に経営していた川松康成。川松康成の方も、西村きのことがものすごい、あの、親しみを感じて、で、幸雄さんが自衛隊のあそこで死んですぐ、川ス康成は現場に駆けつけて、それでマスコミのインタビューも受けてますよね。だからね、そのくらい近かった。 何これだけ作品が違うかあの三島京はカーパテストニーの作品を市場に敬愛していたその理由は何だろう何だろう何だろうあの雪国は何なんだろうあんまり何にも書いてないような小説のどこがいいんだろうそれをね考えるとね非常に面白いと思います。 えっと、このテクニック的なところを流していこうと思うんですけど、こ,これは戦争中でしたよ。それが下に、ベースにありましたよ。これは非常に大事ですよね。それから、プロットが乱れるところが2箇所あって、で、それは柏木という友達と鶴川という友達がいて、で、で柏木さんというのは、あの、例えばその、よく言う、 古典的なシャ、シェイクスピア的なキャラクターで言えば、カシというのが悪い子で、で鶴川さんというのはいい子なんですよ。でね、鶴,鶴川さんのところも、カシロギさんのところも、それね、ものすごい、ね、プロットが見られるんですよ、そこのところで。それから、つじつまの青いところが1個だけあって、その先生、お寺の老師に、 お前もここの寺には置いておけないとか言われながら、別に出て行ってないっていうね、そういう変なシーンがあった。だからね、その、何、プロットプロットもね、完璧ではないんですよ、この話。伏線がなくちゃいけないところになかったり、その鶴川さんの場合は、絶対伏線がなければいけないのに、いきなり、いきなり物事が起こる。 っていうのはやっぱり小説的に、あの、そんなにいいことでは,ないではないかと。それでその、これはね、あの、ちょっと後にも出てくるんですけど、その、例えば金閣寺を読んで感想を書きましょうっていう時に必ず言われるのが、金閣寺という美しいもの、そして自分という醜いもの、 醜いものがその美を何破壊してそしてセルフエスティンはどうとかそういう話になると思うんだけど私はねそういうふうにはね感じなかった醜い自分が美しい金魚そういうターフでィィはね私は絶対見,見られなかったそれがねあのー、不思議だなと,というとこです。 金閣寺の一番すごいところはそのステートメントが終わって220ページから最後までの小説的な部分なんですけどこれはね心理描写なんですよだんだんその主人公が狂気の世界にちょっとずつちょっとずつ足を踏み入れて。 そして、ついに、そうだ、金却寺を廃にしなければいけない。どういうことに気づくそこもね、すごいんだけども、それから後、本当に火をつけるまでに、まだね、結構何ヶ月も何ヶ月もあるんですよ。で、その間に、その心理描写、変わっていく心理を微妙にね、書いていく、その、それがね、すごいなと思った。 それで、それでその狂気狂気という言葉がどうしても幸男さんの話には出てくるんだけれども、彼がその、講習の面前で亡くなったのが、天皇陛下万歳を参照して、あれは狂気だったのかという話なんだけども、 でいろいろ他の人は「そうじゃないよ。彼は最後まで頭脳明晰だったよ」って言うんだけどもで私の小説の先生に言わせると本当に何狂気狂気を持った人はものすごく理路整然とした考え方をするんですってだから私もそうだなと思う幸雄さんは最後まで頭脳明晰な狂気を持って 生きて、それで死んでいった方だなぁと。それでね、もう道紀夫みたいなね、作家はね、もう出てこない今の作家はそもそも政治発言しないですよね。それにそもそも文学運動ってないですよね。昔みたいに、あのー、芥川龍之介がしたみたいに、いぶせますじと、 ああいう文学論争というものはそもそもありえないですよね。そして今小説を書いてる人、小説を投稿してる人、書いてる人、もうお互いに批評は絶対しないですよね。する方も気が狂ったように起こりますよね。自分のことを、自分の小説のことを何か言われると。もう本当にみんな気が狂ったようにきる、憤る そんな感じですよね。だから小説は何どうしても上達していかないだからすいません言葉に詰まりました。えっと。要するにその何政治発言にしろ昔はその作家という人は 必ず政治発言をしていた三島由紀夫を例にとっても、その前もその後もしてたんだけども、もうそんな、そんなのあの、政治発言、政治活動っていうのはかっこ悪いことなんですよ、作家にとって。だから、何これを話す長くなるからやめるけど、そう私は考えている。と今日はこれで終わりますけど、さっき2時間 映画見てたんで、皆さんも見てください。これね、YouTube で全編見られて、で、英語もちょこっとだけど、日本語がほとんどなんで、ちゃんと見れると思います。それで、あのね、私がこの間ね、日本に6年ぶりで行って、6年ぶりに行って、3回の前に帰ってきたんですけど、あとね、西本きはね、あと3冊あるんで、 あの、ぼちぼちとやっていきたいと思います。それでね、あの、私何十年もカナダに住んでるんだけども、でね、カナダ、カナダの市民権を取らずに、日本人のパスポートを持っているというのは、非常に手続き上に問題があるんですよ。非常にめんどくさいんですよ。それでね、なんでね、カナダの市民権を取らないのかって聞かれるんだけれども、 私はね、やっぱりね、あの、日本のパスポートは絶対捨てられない。で、その理由は何かというと、理由は100%、三島行があそこで切腹したから、天皇陛下のために、あんなことを、御朱の命令でね、あの、軍服を着て、あの、鉢巻きを閉めて、そして、後ろから自分の愛する若い男に、 首を切ってもらって、あれをね、やっぱりやられたらね、私はね、絶対日本人はやめられない。それでね、理由が100%、石村幸男なんだよって話をすると、私の姉とか、私の友達とか、そんなバカバカしいことで、<laughs> なんでそんなにめんどくさい移民の手続きを毎年戻し、毎年やってんのかっていう話になるんだけども、私は、絶対100%、幸男さんのために、 私は日本のパスポートに忠誠を誓っていると、そういうことでした。では皆さんさよなら。それでね、最後のページ、あの、概要欄出しておきますんで、参考にストーリー、ストーリーの流れを全部書いたんで、参考にしてください。それではまた。